はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあということで今回はですね、はい、11月入りました。もう今年もね、残すところもう2ヶ月になりましたが、さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。いやっていうかね、まだ暑いのがびっくりするんですけど、本当に今年の冬どうなのっていうぐらいまだまだ暖かいですよね。ただ急にね、まあ寒くなっちゃうと思いますんで、その辺のね、気温の変化とか皆さんね、気をつけてお過ごしください。まあということで、まあ11月に入ったということで、まあ今月のね、新作のトミカやプラレールとかね、そういったものをチェックしていくのと、あとね、新商品情報が何かあればお伝えしたいかなと思いますんで、ではね、最後までね、パッといきますんで、よろしくお願いいたします。はい、では早速参りましょう。まず通常のトミカですね。はい、こちらですね、今月はね、 GTR が2種登場します。で、この右のナンバー60番のね、ニスモに関しましては、もうね、先行販売ね、ジャパンモビリティショーでちょっとね、手に入れさせていただきましたが、まあまだっていう方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、本当これ非常にね、登場楽しみですね。ちなみにこれギミックね、サスペンションと左右のドアの開閉というね、まあ、激アツギミックとなっておりますので、本当ね、しっかりとできてるんじゃないかなと。で、もう一つの方ね、はい、こちらがね、もう僕もね、これも本当楽しみなんですけど、これもね、日産 GTR ですよ。正式には日産 GTR ですね。こちらが初回特別仕様と通常版で登場します。で、初回がこれはシルバーになるんですかね。はい、こんな感じのカラーで、ホイールがね、黄色にね、塗装入ってて、で、通常版がパールのブルーですね。まあ、こんな感じの2種のね、展開で登場いたしますね。いや、まあ初回も渋いしね、通常版もまたかっこいいしね、これどちらもね、よさげな感じでね、登場します。で、これもね、ギミックね、サスペンションとね、ドアの開閉がね、ついてるんで、この通常版にどっちもね、このサスとね、それ以外のギミックがついてくる車両が登場するって、めちゃくちゃ久しぶりな気がしますね。っていうか2種とも GTR ってまたすごいなんか攻めたね、ラインナップじゃないかなと思います。うん、いいですよ、いいですよね。これ本当ね、もうどちらもね、楽しみにしたいかなと。で、こちらね、入れ替えでね、廃盤になっちゃうのが23番の方は、現行のね、 GTR がね、廃盤になってしまいまして、ナンバー60番の方がホンダ E がね、廃盤になっちゃいますので、気になる方はぜひお早めに。で、続いてどんどん行きましょう。はい、こちらね、ジョブレーバーの警察消防救急デラックスエントリーセットですね。これがね、前になんかこういったセットが、あ、でもあれは武器の色が金色だったと思うんですよ。僕ね、まだ開けてなくて、そのままね、ちょっと保管しちゃってる状態なんですけど、これが言ったらエントリーセットなんで、今までに登場してたやつのお得な3つのセットなのかな。特別感は特にね、ないかなと思うんですよ。だからちょっとこれに関してはまあ僕はスルーしようかなと思うんですけども、まだね、ジョブレーバーに触れたことないっていう方は、まあ、これスタートで触れてみるのがいいんじゃないかなと。あ、でも車両がフェアリー Z なんで、あれですね、一番最初に出たジョブレーバーとはまた違う形ですね。最初、一番最初あれですもんね、 GTR だったと思うんで、まあまあこんなセットも出るとジョブレーバーね。で、続いてドリームトミカね、これもね、ちょっとね、サンプルは見たんですけど、可愛かったし、かっこよかったしね、よかったですよ。ドリームトミカのジブリがいっぱいで、ハウルの動く城よりこの2種ですね。左がハウル城で、右がカルシファー。まあ特に僕はね、もうカルシファーがね、めっちゃ好きなんで、可愛いなと思って期待はしてたんですけどね、これも本当にね、よくできたね、車両で、ただただこのハウル城もね、ほんと細かくね、できてまして、これがね、ちょっとこう手転がしでも走ると思うと、なんかもう最高ですよね。いや、まあこんな感じのね、ドリームトミカのハウルの動く城より2種がね、登場しますね。楽しみ。カルシパンマジで可愛いです。うん、素敵ですね。で、続いていきまして、ガチャピンムック、これもね、先日ね、先行販売でお見せしましたが、ほんとね、このキャラクターが、ガチャピンムックが好きな方にとっては素敵な、ね、車両ですので、気になる方はぜひ手にしてみてください。で、続いてディズニートミカ、これもね、また可愛いですね。左がね、ディズニートミカパレードシリーズになります。こちらがミッキーマウスです。はい、こんな感じで正面から見るとここレコード版みたいになっててね、後ろから見るとこんなね、こうデザインが入っているといったね、車両になってますね。まあこれまで登場したね、こうパレードシリーズとつなげて楽しむといったね、車両で、右の方が、僕こっちがね、めっちゃ楽しみなんですけど、ルントットのドナルドダック、これまた可愛いんですよ。で、ドナルドのね、フィギュアもついてて、で、あとこれ、あ、これも外せるんですね。サーフボードもね、上から外せるんで、こんな感じのね、素敵なね、車両ですので、これもね、ほんと楽しみです。
いいね。ディズニーも今月可愛いですね。てかディズニー自体は毎回可愛いんですけどね。で次にトミカプレミアムのランエモのねファイナルエディション、こちらが02番で登場します。発売記念が赤で通常版がシルバーグレーですね。でルーフが両方ともブラックなんで2つもともにツートーンで登場しますが、まあこれもね一応ね展示は見たんですけども、まあしっかりとねできておりましたので、実際ね手にしてまじまじとちょっと眺めたいですね。どっちもいいですもんね。僕はね赤色が好きなんで発売記念絶対に抑えたいんですけど、通常のこのグレーシルバー系もまたかっこよくて渋いんで、ちょっと楽しみにはしたいかなと思います。で02番の方が廃盤になっちゃうのが、インテグラでしたっけね。ホンダインテグラタイプ R ですね。こちらがね廃盤になっちゃいますので、気になる方はねちょっとお早めにね抑えておいてください。で続きましてが、はい、モールオリジナルでねこちらも登場しますが、かっこいいのとかわいいのね2種出ます。左から行きましょう。ランボルギーニのムルシエラコがねモールオリジナルで登場します。色はねこれソリッドのホワイトっぽいんですよね。なんか、ね、光り方見るとねそんな感じするんですけども、こちらねムルシエラコが登場しますね。で右の方がこちらもねモールオリジナルで、ね、ドリームトミカのスペシャルでディズニーモータースの15周年のこの記念のセットですね。ドリームスター歴代セットが登場しまして、ね、こんな感じのね4種がねセットになっておりますので、まあこれまでねちょっと買ったことないっていう方はこれを機にぜひね一気にちょっとこのシリーズをね手にしてみてください。素敵なねミッキーのフィギュアもついております。いやディズニーはね今年ねこのディズニーモータース15周年ですし、ディズニー自体もね創立100周年なのでいろいろと出てきますんで、これもいいですよね。ちなみに一つだけとりあえず確保しておきました。でこれ初代とか僕も持ってなかったと思うんで、これも一応ワンセットしておきました。で続いて販売店オリジナルトミカで、まあ、ここも結構なかなかのラインナップになっておりまして、こっちからいきましょう。トイザラスがこちらのシビックですね、はい、タイプ R チャレンジ2018デザイン仕様ということで、これまたこれかっこいいそうで、これもなまあ売れると思いますよ。なんか色がねビビッドな感じですよね。赤じゃなくてちょっとこうほんのりこうピンク寄りな、そんな感じのね派手なカラーにデザインもねこちらフラッグとか入っててね、でタイプ R チャレンジのねロゴもあるしね、これもまたねかっこいいね。車両がトイザラさんオリジナルで登場します。発売日は第3土曜日ですね。でこれまだあるんかな、ちょっとトイザラさんのページ見ときましょう。あ、まあさすがにちょっとね予約終了してますんで、気になる方は当日お店の方に行ってみてください。でエディオンオリジナルですが、こちらがね家電量販店のエディオンさんでね、三岡ロックスターこちらが登場します。まあこれに関してはねそんなにめちゃくちゃね買うのはそこまで大変じゃないと思うんですよね。オンラインはさすがにもうないんかな、どうなんでしょう。ちょっとねしばらく覗いてなかったんで、さすがにまあ売り切れてはいるんですけど、結構ね長持ちしてたので、まあ店舗の方でもどうなんでしょうね、予約のみになるんかな販売は、ちょっとその辺とかわからないんですけど、なんか在庫とか余ったらオンラインとかも復活しそうな気もするんで、まあもしねまだだっていう方はちょっとその辺ねチェックしておいてください。デザインはちょっと好みが分かれるんですけど、結構かっこいい車両なんでね。で続いて下の方行きましょう。はい、こちらね左から行きますか。はい、イオンもねオリジナルで出してきます。ナンバー71番がスバルレヴォーグベトナム警察仕様ね、こちら登場いたしますね。もうイオンさんといえば海外の警察車両なんですけども、まあ、今回はベトナム警察でねレヴォーグ登場すると。ギミックもねサスペンションとボンネットの開閉がありまして、なかなかね素敵な車両ですね。イオンさんまたねプレミアム出してくれないかなってちょっと思ってるんですけどね、今回は通常のみです。で続いて横ね上新のオリジナルでコペン GR スポーツ、こちらがね登場します。車種的にはまあ可愛くてね、なんかちょっとこう地味なところもあるんですけど、なんでしょうこのねカラーリングがねこれね黄色とルーフがブラックなんですよ。で、まあ、なんとなくちょっと第一印象で思ったのが、これなんか阪神タイガースカラーじゃないのってちょっと思うところがあって、まあ、関西に住んでてねタイガースをよく見るから関西の人はそう感じるところがあるんじゃないかなと思うんですけども、実際の車両の色がまだちょっとねまじまじと見てないので、まあ、手に取ってねちょっと感想とかまたね阪神に近いカラーなのかその辺とかもねしっかりと見ていこうかなとは思いますね。まあ、こちらね上新さんね。で、あ、ちなみにこれですね、ウェブショップで予約開始あるんですけど、予約というかまあ販売ですよね、当日の朝10時だったと思います。はい、こちらに書いてありますね。あ、こっちか、失礼しました、当日じゃない1週間前だ。第3土曜日の10時にネットの予約はね開始されまして、で店舗自体はもう予約ねなくて、当日ねもう店頭で並んだ人順に買うみたいな、そんな感じだったと思いますんで、まあ、購入される方はその辺ねちょっとね気をつけてください。
で、こんなもんかな。あ、まだありました。忘れてた。GCN だ、TCN。ね、こちらね、チーム無限トランスポーター。ね、こちらもね、第4土曜日かな、発売されます。で、前々から言ってるとおり、TCN はね、もう僕、手に入れる手段がネットしかないので、Yahoo ショッピングでね、注文は入れておきました。まあ、気になる方は、ね、今はちょっとね、注文入れるの難しいと思いますが、お近くのね、このお店、こちらね、店舗とか検索できますので、探してみてください。ちょっと関西圏は弱いんだが、ちょっとね、いつもながら残念なんですけども。まあ、メルカリとかでもほどほどの値段で多分出回ると思うんで、そんな高くはならないとは思います。なんとなくですけど。で、こんなもんかな。はい、とりあえず今のところ11月ね、こんな感じでね、まあ今月もなんだかんだでいろんな車両が登場するので、ちょっとね、まあ休む暇じゃないけどもね、毎週毎週何かしら出るんじゃないかなと、はい、そのように、ね、なっておりますので、今月もね、頑張ってね、とにかく収集楽しんでいきましょう。で、来月とかに関しては特に何も追加とかはないですかね。特にないですよね。うん、これはね、昨日言ったしね、発売日のみたいな昨日言ったんで、特に今のところはないですね。富岡くじも来月あるとね、楽しみですね。12月、もう12月かって思いますよね、こういうの見るとね。で、あと続いてプラレールですが、今月はプラレールは、あ、そうそうか、この間ね、ちょっと初めて見たんですけど、これね、マスコンの、ね、E5 系のハヤブサが登場します。これね、加速減速停車バック6段階のスピード調節ができるんで、ね、結構細かい操作がね、できてね、ちょっと楽しいシャーシになるんで、本当ね、この動力目的で買うのもありかなと思います。あの、好きなプラレールの車両に乗せ替え可能なので、あの乗せ替え OK のね、まあ、動力の形を使ってるんで、もうシンプルにそれ目的で買うのも全然ありかなと思いますね。いいですよね、いいですよね。本当にこういう操作系はね、なんか楽しいんですよ。なんて言っても、あの前進後進、このバックができるっていうのが本当素敵です。で、同じようにハヤブサと、あとこちらはクロスライナーですね。赤のクロスライナーが登場して、で、これもマスコンがね、こうついていると、グリップマスコンがついていますね。で、下行って、これがね、 EW7 系の開業記念に合わせてなのかな、まあ、3月に開業予定ってなってるんですけども、これね、福井県に実在する日本初の新幹線と道路の併用橋ね、これをイメージした大きな橋がね、ついている。なかなか、まあ、レイアウト的に素敵なね、アイテムになっていくんじゃないかなと。車両自体はね、これちょっとね、前の時に僕ね、ちゃんと伝えれなかったんですけども、ES シリーズなんですよ。車両はね、ES シリーズの輝きがついているんで、車両自体はまあ簡易的なものになってくるんですが、本当レイアウトがね、素敵なので、これもね、導入したいかなと思いますね。いいですね、いいですね、素敵ですね、このセットね。で、下行って、で、これがね、あのグリップマスコンの大きなね、セットです。レイアウト付きのセットになってまして、結構ね、スケールがすごいんで、これはね、ちょっとこのグリップのこのカラー、緑色、ハヤブサカラーがかっこいいんで、こっちを買おうかなとか、まあ、いろいろちょっと悩むところなんですけど、ハヤブサファンの方はちょっとこっちのセット高いんですけど、1万1000円するんですよ、定価は。で、こっちを選ぶのも手かもしれません。で、あと、まあ、レイアウトとかね、ストラクチャーとかも本当素敵なものがね、ついてるんで、うん、まあ、悩ましいところだと思うんですけども、これもね、選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。で、あとは、あ、ないか。11月のプラレールはとりあえずこんな感じですね。まあ、プラレールはね、もう毎月ね、種類的には少ないんですけども、まあ、4種類出るんで割と多い方かなとは思います。で、12月はもう発表されてますが、これね、ああと思って、もうね、 S のね、37番の元々出た400系の中央線がもう廃盤になっちゃって、クロスシート車仕様になって登場するんですよ。だから新しいのは出るのはいいんですけど、前のやつがめっちゃ早かったなとね。多分中間車がね、やっぱエラー品で出しちゃったね、塗装がね、ちょっと違った形で出しちゃったんで、そこの修正とかも兼ねて、多分ね、仕様変更で再登場といった形なんですけども、だから前のね、初期の400系の車両の、特にまあ多分中間車がとても貴重なものになってくると思いますので、大事にしたいかなと思いますね。まあ、もしね、もう多分ないと思うんですけど、もともとのね、 S の37番の400系売ってたら、ぜひ皆さんね、ちょっと手にしてみてください。今しか多分本当に手に入らないと思いますので、はい、まあ、例えばクロスシート車仕様もいいですよね。だから合わせてちょっと走行とかも楽しみたいかなと思います。で、あ、そうそう、12月これレッドサンダーのね、シルバー仕様出るよ。これもいいですね。もうシンプルにもう絶対こんなんかっこいいじゃないですか。だからね、最高ですよ。で、ロングタンク車もね、つきますので、これもシンプルに12月楽しみに待ちましょうね。12月暑いですよね。で、あ、この辺はまあ可愛いんですけど、
ね、こちらがすみっこ暮らしのねラッピングトレイン、多分全面シールですね、全面シールね、すみっこ暮らしの可愛い車両で、で下の方がリラックマのねラッピング車になっております。まあ、両方ともね可愛いかなと思います。でこちらね、景色のカラーレールキット、これなんかいろんなシリーズで今後出てほしいかなと思うんですけど、今回は雪と鉄道ですね。車両はちょっとね含まれないんですけども、まあこんな感じでね、ちょっとこう小町をね走らせてるように、まあこの雪がね降る地域の車両とかを走らせるようにちょっといい感じのねレイアウトがねキットで登場しますんで、まあプラレール博とかでは雪道レールがね売ってるんですけども、まあそのカラーのレールが一般販売されるといった形になってるんで、楽しみにしたいかなと思います。トンネルとか可愛いですよ、このねこのトンネルいいですね、雪積もったトンネルね、うん、素敵だと思います。でこんな感じですね、プラレールもババーと12月もねちょっと見ちゃいましたが、このような感じになってるんで、来月も本当楽しみですね。ということでザザッと行きましたけども、ザザッとと言いながらそこそこねまた時間喋っちゃいましたが、2023年ももう残り2ヶ月ですね。本当早いですね、1年ね毎年言ってるような気もするんですけど、残り2ヶ月、そしてね今月11月もね始まりましたので、いろいろとね楽しみ、あちょっと待ってくださいよ、この富岡タウンの郵便局の富岡付き、これが発売日、あ延期になってる、これ知らんかった、あーなるほどね、はい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 、それは知らなかったね、ちょっとだけ今ちょっとここで挟ましていただきます、知りませんでしたね。だ郵便局とねトレノはね延期になっちゃってますね、これね、なるほどでございます。まあまあこんなこともありますが、まあ11月もね本当にねいろんなねものがね登場いたしますので、で本当ねもう季節変わってくるでしょう、だいぶ変わってくると思いますんで、今月なんか末ぐらいになったら寒いと言ってそうなので、皆さんねその辺の、ね、変化をね気をつけてねお過ごしください。まあということで、はい今回ねこの辺りに締めたいと思います。ホモチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録コメント評価とのお待ちしておりますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますので、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。